外へ逃げ出すと、屋根の上から臼がドスンと落ちてきました。ごめんなさいと謝りました。夢に白が出て臼を作って、お餅が食べたいと言われました。次の日その通りにやると、たくさんの大判が出てきました。すると、とっても美しい乙姫様が出迎えてくれました。その乙姫様は、なんと昨日太郎が助けた小さな亀だったのです。浜手箱を開けてしまいました。すると、白い煙が立ち、太郎はおじいさんになってしまいました。実は太郎が海で過ごしていたのは3日間、しかし地上では300年という長い年月が経っていたのでした。終わります。ありがとうございました。